はい、録画開始しました。はーい。ちょっと、じゃあちょっと、少し準備をしますね。ちょっと今日こんな感じで、行きましょうかね。あれ、ちょっとテープが、上手につかないかもしれないけど。ものを用意されたんですね。お、ああ、取れてしまう。白いですね。そう。今日なんか、ちょっとせっかくだから、真似してみようかなと思ったんですよね。そうだったんですね。ああ、ダメだ。諦めよう。ちょっと、どうせに折れないかな。私は一体何を取ってるんでしょうね、今ね。よいしょ。いや、でも素敵ですよ。なかなかひげは上手に生えてくれないので、このように。あ、あれですね、ちょっと気候を重ねすぎて、油分が豊富なのかもしれません。それはありますよね。よし、諦めます。受け止まります。せっかく用意してくださって。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあですね、今日もこのままお届けノーカットでいくと思いますので、よろし受けく止お願まいりまししますた。ね。よろしくお願いします。どうも、マスティと申します。このチャンネルにいつも来ていただいてありがとうございます。今回はですね、コウ先生と久しぶりのコラボ企画ということで撮影をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。おこうで久しす。よぶりろしでくす。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。ご存知の方もですね、いらっしゃると思うんですが、今日はせっかくですので、コウさんにですね、これについて、ちょっと待って。真っ白ですね。僕ね、そうなんです。大体本買うと必ずブックカバー作ってしまうんですね。そうなんでそうなす。んですね。癖ですね。本を愛していらっしゃるんですね。ありがとうございます。そうなんです。これだと外でもいくら読んでもこっちが汚れないのでね、と思ってしまって。さあ、改めて、はい、こちらですね。コウ先生がこの度出版をなさりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。1週間くらい前ですかね。もう2週間経ちますかね。1週間前くらいですよね。そうですよですね。か。もう早速ですが、僕も手に取らせていただきましてですね、ありがとうございます。読ませていただきました。二回りほど。二回りほど、そんなに。そうですありね。がとうございます。で、今日はせっかくですので、この書籍に関してですね、インタビューをさせていただきたいなと思うんですね。はい、ということで、聞ける限りのことをお聞きしたいなと思っております。ありがとうございます。ただですね、中身ような部分について、ちょっとお話をね、いくつかいきたいなと思ってですね、分かりまし質た。問をいくつかご用意をしてみましたので、はい、早速ですが、ちょっと、それ NG よってなったら NG で結構です。分かりました。よほどいいかなと。書籍の内容にも少し後半はですね、触れていきたいんですが、出版そのものですね、に関するお話をですね、ぜひいただきたいなと思ってですね、分かりました。僕が知る以前があったらすいませんですけど、これ初めての出版になりますかね、ご経験としては。
初めてですね。初めて出版させてもらいました。ですよね。夢を叶える7つの呼吸法。今回この初めての出版ということで、今後ですね、その出版本を形にしてみたいなという方にですも、にとってもですね、こう何か参考になるお話をいただければなと思うので、これをちょっとですね、分かりました。今日組んでみようかなと思ってます。はい。そもそもなんですが、このタイミングで初めて書籍の出版ということにチャレンジなさったのは、何かきっかけというか動機があったんでしょうか。きっかけはですね、いや、その子供の頃の文集を読んでたんですね。そしたら将来作家になりますみたいなこと書いてあったんですよ。もうすっかり忘れてたんですが、ああそんな夢あったんだなと思ってですね。で、はい、それを知った時から、あの出版するとこう私のこの夢にですね付け加えたんです。はい。それがまあきっかけといえばきっかけ。結構前、1年、2年前くらいですかね。そんなに前じゃないですね。おお、そうですね。およそ2年越しというんですかね。で、形になっちゃったという感じですか。ですよね。そんな感じです。あらまあ、まあ、今の時代ですと、いろんな選択肢もあったと思うんですね。はい、うん、あえてその中でこの物理媒体で、しかも出版社さんを通されてますよね、今回。そうですよね。そうです、そうです、はい。この形を選ばれた理由っていうのは何かありますか？私、あの本、物理的なこの本が好きなんですよね。この匂いとか、めくる時の感触とか。はい、本が大好きなので、やっぱり自分も、はい、書いてみたいなと。でこう匂いを嗅いでみたいなとかですね思いました。わかります。このありますよね、本新札といいますか、新品のこの紙の匂い、はい、一昔前だとインクの匂いとかね、はい、あったかなと思うんですけど、あ、すごく共感いたします。僕もやっぱ本、匂いで楽しむのもありだなと思ってるんで。そうですよね。いや、私そのインクの匂いを嗅ぎたくて印刷会社さんと仕事をしたこともありました。あ、そうなんですか。あ、わざわざ嗅ぐためにですか。そうです。本ってどうやって作ってるんだろうとか、そういう興味があったりですね。あー、なるほどなるほど、はい、ですよね。それはちょっとわかります。直接僕は行ったことはないんですけど、はい、少し出版社さんとも関係があったところがあるので、やっぱり中身が気になったりとかですね、それこそ先ほど文集の話がちらっと出てきましたけど、はい、大学のゼミとかでですね、卒業、はい、卒論集とか、作ったりするんですね、はい、で、あれを、まあ、ちょっと取りまとめで体験をしたときにですね、もう本当に小さな出版社さん、いや、印刷会社さんとやり取りをさせてもらってて、はい、どの紙を選ぶかとか、表紙をどうするかとか、字体をどうするか、はい、こうっていうことも含めて、うんうん、良い経験をですね、探していただいてましたね。いや、懐かしい、思い出しちゃいました。そうだったんですね。いや、本当に印刷会社さんって、この紙を触ると分かるんですよね、厚さとか。どんな紙質だとか、あ、すごいですよね。おお、触覚の極みですね。そうですよね。本当に微妙な差をこう感じ取られるんですよね。はあ、ちょっと見習っていきたいですね、僕も。さらに修行していかなきゃいけない。いいかいいか、ちょっと脱線しちゃいそうだな。ちょっとこちらに話を少し戻していきたいと思います。はい。そういう意味ですと、本、
の出版初めてなので、多分すべてのプロセス自体をご自身で経験されるのも初ということですもんね。初ですね、はい。原稿を起こしたあたりから含めてですかね。企画からですね。こういう本を書きたいっていう企画からでした。ああ、そうですか、そうですか。はい。企画をベースにお持ち込みして、はい、そこで、担当者さんとお話ししながら中身を詰めていった感じですか。ああ、ですね、この専属のといいますか、はい、出版をプロデュースしてくださる方と営業してくださる方がおられたんです。はい、その方向けに企画書を出して、ほう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 、で OK いただいたら、あとは出版社さんにですね持ってってくださるような、そんな流れでした。なるほど。企画がじゃあ通らなければ実現しなかった可能性がある、はい、実現しなかった可能性は大ですね。ああ、そうなんですね。はい、じゃあまあ売り込みではないですが、まあこういう、はい、コンセプトでこういう内容の本を出したいんですがということで、それが通って、はい、そうですね。そこから原稿化が始まった感じですか。はい、そんな感じでした。なるほど。結構多くの方がですね、本を出したいと思った時に、はい、まず原稿を書かれる方が多いかなと思うんですよ。あのジャンルによるんですかね。そうかもしれません、まずこういうことを書いたので、原稿を見てくださいという出発がですね、うん、多いイメージなんですが、はい、うん、企画からスタートですか。企画からでしたね。なるほど。あ、出版社さんからすると全体像が見えて分かりやすいかもしれませんね。もともと狙いがこうだよということがこちらから提示ができるという意味では、はい、ちなみにですけど、いざその作業を始めてみてですね、はい、ここでつまずいたなとかありますか。あまりコウさんがこの失敗してるイメージが全然つかなくてですねそうですね、失敗というわけではないんですが、はい、原稿を書くじゃないですか。でそれを、はい、まずですね、あの共通の知り合いのあのかよさんに、あ、はいはいはい、ヒーラーかよさんに見てもらうことにしたんですね、はい、そしたら日本語にはいろんなルールがあるんだなと初めて知りまして、はい、私のこの書いた原稿結構赤が入りました。あ、そうですか。こういう風に書くんだとかですね、思いましたね。勉強になりました。なるほど。プログラミングも長いことされてたと思うんですけど、過程が全然違ったって過程が違いましたね。日本語ってそういう風に使うんだことをいっぱい教えていただきました。不思議な感覚ですね。もう僕が全然あのプログラミング言語が宇宙語なので、何が書いてあるかさっぱりなんですけど。あ、じゃあ文章作り、言い回しといったところとか、はい、文法的なですかね、句点句読点とかの、そうですね、はい、いうところで意外と、うん、まあ、赤が入ったというか修正が余儀なくされた感じ。そんな感じでした。あとは女性目線でこういう風な表現の方がいいとかですね、あとは、うん、こういう方が共感してもらいやすそうとかですね、そういうアドバイスまでいただきました。おー、そうですか。そう、この本ですね、はい、あのもともとコウさんのお話って何をされててもすごく分かりやすくて聞きやすいっていうのが特徴的だと僕は思ってるんですね。ありがとうございます、でこれ文章がですね、これいい意味でお伝えするんですけど、文章がとっても軽いんです、はい、うーん、さーっとこう読んでいけるんですね。はい、
内容をちょっとこう僕のようにですね気候をかじった人間がですね読むと、こんな深いことをこんなにあっさりっていうくらい、すごく内容は本当は濃いんですけど、はい、口当たりが軽いんです。口当たり、うんうん、目当たり読みやすいんですね。これが僕、それが今回一番びっくりしたというか、感動して勉強になったっていうところなんですけどね。出版社さんからのそういうオファーなんですね、はい、もう、そうなんですか。簡単に分かりやすくっていうオファーがあったので、最初私が書いた文章は結構硬くて難しくてっていう評価だったんですよ、出版社さんから。そうなんですか。はい、それでかよさんにちょっと泣きつきまして、簡単にってどういうことでしょうかとかですね、ちょっといろいろお聞きしながら、女性目線で、軽く書きたいんだっていうことをお伝えしてですね。はあ、はい、そう、じゃあ編集者2人いる感じですかね。そうかもしれません。そうですよね。なるほど、道理で、はい、道理でというか、そういうことなんですね。そういうことですね。本当に最初の、第1章、第2章みたいな感じで見てってもらったんですが、本当にその第1章はすごい、それこそ養成講座並みの難しさだったんじゃないかなと。あ、本当ですか。すごいですね。それは多分、手に取る人を選びまくりまくる本になったかもしれませんね。そんな感じでしたよね。あ、はい、そこで本当に第一章でかなり学ばせてもらいまして、そうかそうかと。やっぱり読み手側に立つと、こういう文章の方が分かりやすいんだなっていうところが学べたので、はい、よかったですね。なるほど。それで出来上がった原稿を、出版社さんにお持ちすると、出版社側ももちろん担当者いらっしゃいますよね、一応。はい、原稿見てもらってて、OK サインが出たんですか、すぐ。もうそうですね、すぐ OK でした。一章ずつ送らせてもらったんですが、手直しは一切ありませんでしたね。はい、ただ、当初といいますか、私が書いたのは250ページあったんですが、それをこのページ数くらいまでこう短くしていただいたんですね。なるほど。ですね、約190ページくらいです、こちらは。おお、じゃあ50、60ページくらい短くしていただいたんでしょうね。はあ、なるほど。しかも絵の挿絵も入ってますからね、最初はもっとじゃ長かった。それは本当に、はい、挿絵はですね、やっぱり私からのリクエストで、私もそうですし、佳代さんもおっしゃってたんですが、これ絵がないと難しいかもしれないっていう話になって。なので、はい、なるほど。ちなみにその編集者さんとの、はい、出版社側の担当者の方とのやり取りで特に印象に残ったようなことってありましたか？はい、一番その印象に残ったのはですね、本は出し惜しみしたらいけないよと、もう伝えたいことを 100% 伝えましょうと、隠し事なしに 100% 伝えましょうと、そうじゃないと本をこの世に出す意味がありませんからね、みたいな感じで教えていただいたので、キュンキュンしますね。そうですか。感動しました。そうですね、と思いました。気持ちがいいですね。やっぱりその一冊の本に出会うって本当に感動的ですもんね。この本に出会えてよかったってやっぱり思えるので、やっぱりそれくらい の作家さんの気持ちが入ってるんですよね。いやなるほどな、それはいい。ちなみにじゃあ
今のも多分結構なヒントだと思うんですが、今後ですね、こういった出版に、チャレンジをしたいという方に向けてですね、何かこうアドバイスみたいなものはございますでしょうか。そうですね、その常に思いついたら企画しておくことだなと思います。企画しておくこと。はい、企画ってもう何個あってもいいので、もう何個も何個も企画書をですね、まあ1枚でいいので、タイトルと概要と、まあ思いとかですよみたいな風に企画書としてまとめておくといいと思います。で、原稿全部書くとなると大変すぎるので、もう1枚の企画書を思いついた時に何枚も作っておくっていうのがいいんじゃないかなと思います。なるほど。いや、これはちょっと僕自身もすごく勉強になりました。なるほど。ですか。本自体をですね、今度読む方をちょっと、読む方に対するアドバイスをいただきたいんですが、活字自体がどうしても苦手ですっていう方もおられると思うんですね。何か本も好きになるコツとかありますか？好きなところだけを、まず目次を読みます。目次を読んでいただいて、気になるところだけを読まれるといいんじゃないでしょうか。おお、なるほど。で、それで、その書いてあることを実践してみて、うまくいったっていう、こう経験がですね、こう何個か積み上がってくると、あ、じゃあこれの意味って何だったんだろうとか、もっと他のページも興味が出てくると思うんですよね。おおほほほほほほ。本って大体そのクライマックス部分がボンと一つあって、その周りはそのクライマックスに向かって走っていくような文章だと思うので、まずはクライマックスだけはこう押さえておきたいんですよね。でも、このクライマックスに来る過程って何だったんだろうという興味も多分出てくるようになるので、そういう順番で本を読まれるといいんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。今軽くこの中身にスッとこうかすっていくようなお話でしたね。そうでしたか、さすがですそうね。ですね。いやー、2回まで読みましたから まだいや、全部入ってないですけどね。いや、やっぱワクワクするところを探そうということにつながりますね。興味が増えると、また次のステージが見えてくるよという。なるほど、いいですね。ちょっとだけ中身に触れるんですけど、結構瞑想法ですね、少し後半では書かれてたと思うんですよ。参考までに、コウさんみたいに頭が良くなる瞑想法ってありますか？いや、決して私頭いいとは言えないんですが、そうですね。ありますあります。瞑想自体頭が良くなると思うんですけど、それを意識してされるときは、頭の良さって、前頭葉が結構ポイントだと思うんですね。この額のところですね。なので、この額のところにこう目線を当てながら、瞑想してみられるといかがでしょうか。こう自分が意識したところが活性化してきますので、体って。例えばじーっと手のひらを見ながら呼吸してると、手のひらがなんとなく温かくなったり感じると思うんですけど、これと同じ要領で額を見とくんですね。そうするとだんだんこう前頭葉が活性化してくるので、まあホルモンの分泌量が増えてくるので、その状態って結構頭が良くなってる状態なんですよ。で、その状態で何か暗記するものがあったりしたら、暗記するとか、まあ読書もいいですし、まあいろいろと頭を使う作業をその後にしてみられるといいと思います。
おお、ありがとうございます。これはすごいですね。いやー、さすが貴公子さんですね。お互いに。いや、回答がお早い、そして的を射ている、もうびっくりでした。ちなみに、第2作、もうすでに企はい。画は頭の中にございますでしょうか？あるんですが、なんかちょっと当分ですね。執筆からはこう休憩したいな、なんていうふうに思ってます。もうしばらくいいかなと。もうしばらくいいかなって思って だ結い構じゃん。ぶ、はい、だいぶ時間を取ってしまったので、その挽回をまずしてからまた戻ってこようかなと思ってます。やっぱり相当じゃあ、まあ、エネルギーという表現もなんですけど、時 間もは労い。力も割かれてたんですもんね。そうでしたね。はい。まあそこは私のこの、はい、地筆なところなんだなとは思うんですけど、スラスラ書ける方はいいと思うんですよね。ちょっとあれですね、ご自身に何かしら機構をかけて、こう、自動処理はじゃい。ないですけど、あれで。面白いですね。いいですね、ちょっとそうで乞うごす期待ね。で、自動処理型の書籍を 作っていただくと。いやー、ただ、もうやっぱり改めて感じました、本当に好きなんだなと思いましたね。まあ、そもそも好きでないことに挑戦はなかなかしないと思うんですけど、しっかりこう心砕いて一冊のものを作ろうと思ったら、やっぱり本気になれるワクワクというか夢中な感じがないとできないんだなって思うんですね。そうですよね。おっしゃる通りですね。という意味では本当になんか、単純に僕は書くのが好きなので、聞いててすごくときめきを覚えましたね。ああ、そうですか。やっぱりで、まあ、本当にいろんな方に、出版もそうですけど、こうアウトプットをするチャレンジといいますかね、ご自身の好きな分野でどんどんやっていっていただきたいなっていうことは常々思うんですけど、特に本はやっぱりひとしおな ちょっと気持ちが ありますので。さすが作家先生でいらっしゃいますね。いえいえいえ、もう本当に最近は何やってるんでしょうね。サボってますけど。メモはいろいろ取るんですよ。ですけど、僕も気候の仕事を始めてから、そっちの分野が増えちゃって、なかなかですね、フィクション系に時間を割くことがなくなっちゃったんですよ。新しい体の、こんなことが使えるんじゃないかとかですね、こういう症状は、こういった、例えば筋肉が関係してるかもとか、そういうメモがどんどん今増えてまして。いや、さすがですね。いやー、なんか毎日勉強させてもらってていいんですけど、ちょっと書いてみたくもなりますよね。ぜひぜひ、書いてみてください。ありがとうございます。で、今回、コウさんのご厚意でですね、数冊僕、手元に、この書籍を頂戴できましたので、ですね、出版記念&コウさんの応援活動ということも含めてですね、こちらいただいたものはもうプレゼントさせていただきたいなと思います。おお、ありがとうございます。で、い嬉しいや、でそうす。じゃないよと、ね、本は買わなきゃ意味がないんだという方はですね、概要欄に、コウ先生のホームページと、書籍へのリンクですかね、こういったものもちょっと載せておこうと思いますので、ありがとうございます。購入して、コウさんを、応援するという形で。ただ本当に気候とか、エネルギーワークと言われているものに関わってる人間からすると結構ですね、職業泣かせな内容かなと思いますね。どうですか。すごく実用的です。僕、実用的って言葉結構好きなんですけど、本当に使いやすくて、
まあ、よく言うじゃないですか、お医者さんいらなくなるとかですね、下手すると、うん、はい、もう気候師さんとかに頼むことがなくなる可能性がありますけど、それくらいギュッとこういろんなものが詰まってる本当にいい本を出していただいたらというふうに思いましたので、まあ、ぜひですね、お買い求めいただける方は、この、あ、そうですね、このタイトルですね、カナメル、そう、これをご検索いただくか、何かしてですね、探してみてください。また本への、ご質問とかもあれば、直接高さんに行ってもいいんですかね。うん、ぜひぜひ。結構メールとかで質問をくださる方が増えてきておられますね。ああ、そうですか。はい、じゃあまたホームページの方に確かお問い合わせのページもありますし、一度そちらリンク貼っておきますので、はい、まあ、これを機にですね、どんどん、コウさんに質問してみるのも面白いと思います。はい。はい、で、僕の方からのプレゼントはそうですね、結構関係するセッションとかもですね、やってはいるんですけど、そうだな、新たに僕のセッションをですね、受けていただいた方でご希望の方はこちら無料で差し上げます。そしてですね、ちょっとだけ読書が、レベル上がるようなですね、願掛けをした、しおり僕作ります、今回だけ。うーん、これをこうセットにしてお届けという形で。それはすごいですね。いいですね。ですね。願掛けですよ。願掛け。願掛けなんですね。素晴らしいです。はい、ので映像はそのセットで僕からは提供させていただきますので、気になる方は僕のホームページに来てください。はい。これくらいにしておきましょうかね。うん、ただ本当に女性でも読めるということなんですが、男性もすごく具体的に書かれているので読みやすいので、ね、ぜひ読んでみてください。また出版本の、はい、そうですね、出版にご興味ある方もですね、結構今日ヒントをいただけたかなと思うので、ぜひ一つご参考にいただいてですね、こう何かたぎるものがある方はもうバーッと企画にしてみてください。もうそれを押し上げていきたいなっていうふうに思います。もうなんか時流がどうとかね、世の流れがどうとかあんま関係なくですね、僕は本当に出したいものをぜひ出す応援はしたいなと思いますので、何か参考になったなという方はちょっとね、また自分の夢を叶える、あ、そうじゃないですか、出したいなと思ったらこれ使ったらいいんですね、呼吸法ね。そうですね、そう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 、いう感じです。面白いですね。ね、いろいろつながってきます、うん、ただまあ本当にどんどんチャレンジをしていく仲間がこれを機に増えていただけるかいいなって思います、うんうん、はい、ということで、まあ、改めて出版本当におめでとうございました。ありがとうございます。何らかの形でまたぜひセッションさせてください。ご一緒に、はい、こちらコラボ企画でよろしく、はい、お願いします。ということで今日は、気候師のコウ先生にインタビューさせていただきました。コウさんありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。では今日はこれで失礼します。さようなら。さようなら。